ラブオートメイトタイム。皆さんこんにちは。こちらのチャンネルではオートメイトタイトルの最新情報をナビゲーターの私自らその世界観に入り込んでご紹介し、ラブオートメイトタイム、特別なひとときをお届けします。後編である今回は前回に引き続き、2020年8月20日に任天堂スイッチから発売予定の女神×婚活はちゃめちゃラブコメディーキューピッドパラサイトをピックアップ。前編を見逃した方は概要欄にリンクがございますので、そちらよりご覧ください。それでは早速、作中でヒロインが務める大手結婚相談所キューピッドコーポレーションのブライダルアドバイザーになって素敵な男性会員の皆様をご紹介しますね。レッツラブタイム。まずあなたにおすすめしたいのはこちらの方。ファッションデザイナーとして活躍されている経済院 F 龍騎様。19歳にして自らのブランドを立ち上げた大変優秀な方です。そんな彼が美容についてお話ししてくださった VTR がございますので、どうぞご覧ください。いい？これは経済院家の人間なら当たり前の価値観なんだけど、頭に偏差値があるように顔にも偏差値があるんだよ。頭の良さを数値化できるなら美に対してもできて当然でしょ。偏差値70以上の S ランク、顔が僕の目に映る、恋愛対象として認識できるレベル。偏差値65以上の A ランク、話に耳を傾けられるぐらい、これぐらいじゃないと友人として認められない。偏差値60以上の B ランク、存在はまあ認識できるけどせいぜい知人止まり。偏差値55以上の C ランク、仕事としてなら関わる、それ以上の興味はない。君はここ。それで偏差値55以下の D ランク、ここは僕とは違う世界の住人、ファンタジー。正直目に入ってても存在を認識できない。その経済院様は職業柄美に関する意識が非常に高い方でして、少々言動に問題、厳しい面がございます。ですが年相応の素顔をお楽しみいただける様子もカメラに収めてきております。こちらをどうぞ。何あれ、あそこら辺くすんでる、一体何？は？客？あの 888E7E が？誰？どこ？誰も見えないけど、まさかあの黒いモヤみたいなやつ？ああ、そうかも。顔面偏差値が低いものを見ると不快になるから、無意識のうちに見ないようにしてるんだと思う。人間って自分を守るためにできてるんだよ。とても素直というか、素直すぎるようにも見受けられますが、彼とご成婚されましたらいつまでも美しく輝きに満ちた素晴らしい日々をお楽しみいただけるかと思います。気を取り直して最後の方をご紹介いたします。こちらはアラン・メルビル様です。男性的な魅力にあふれた素敵な方ではあるのですが、
少々独特な恋愛観をお持ちでして、ですがアラン様との結婚生活は刺激的な毎日になることをお約束いたします。彼の魅力はこちらの VTR でお分かりいただけるかと思います。ああ、俺のことはアランでいいよ、アワハニー。可愛い君にはそう呼ばれたいからさ。釣れないな。名前を覚えるよりも効率的でしょ？俺たちの可愛い子ちゃんって意味だよ。それに君以外のアドバイザーのみんなは喜んでくれたよ。アワースイート、アワハニー、フベアズって呼ぶとさ。弊社のアドバイザーたちには後でよく言って聞かせておきますので、ご容赦くださいませ。彼は高級枕店に技術者として勤めていらっしゃいます。制作したオーダーメイド枕は快眠できると、特にセレブなお客様から好評なのです。そんな仕事熱心な一面をご覧ください。ごめんなさい、枕を試していたら寝ちゃったみたい。当店の枕は快眠できると好評いただいてますから本当にそうね。私もすっごくいい夢見た気がするわ。おかげですっきりしちゃった。この枕いただくわ。ありがとうございます。今お包みいたしますね。それは素敵だ。旦那様もあなたみたいなマダムに愛されて幸せですね。羨ましいぐらいです。あら、お口がお上手なんだから。本心からですよ。ぜひまた当店にいらしてください。マダムに会える日をまた楽しみにしています。ラグジュアリーピローのアラン・メルヴィルがあなたの快眠を守りますから。枕のメンテナンスでも、それ以外でも。素敵な殿方ね。わかった、また来るわ。どうぞごひいきに。またのご来店お待ちしております。誠に申し訳ございません。結婚にはとても前向きなのですが、思い人がいる女性が好みのようで。ですが素敵なあなたならアワーハニーではなくマイハニーになれるかもしれませんので、ぜひご検討ください。以上でご紹介したい男性会員様はすべてと。え？もう一人いるじゃないかって？残念ながらこちらの方は会員ではございませんので。一つだけお伝えするとしたら、彼の存在はトップシークレット。そう、弊社のトップブライダルアドバイザーの秘密のようにね。キューピッドコーポレーションのブライダルアドバイザーとしてご提案した5名の男性会員様はいかがだったでしょうか。前回ご紹介した方々を含め、気になった方がいらっしゃったらこちらにアクセスしてみてくださいね。そして実際に彼らにお会いしたい方は、2020年8月20日にキューピッドコーポレーションへぜひお越しください。ラブオートメイトタイム、いかがでしたか。お楽しみいただけたのであれば幸いです。それでは。
次回もお楽しみに。